こんにちは、きなこスペシャリストの聖子です。今日はお知らせがあって撮ってみようと思いました。多分いいお知らせだと思います。内容は東武百貨店とコラボレーションすることになりました。いいお知らせね。コラボレーションどういうことって思いますよね。説明をさせてもらいたいと思うんですけど、百貨店って皆さん催事ってやるんですよね。なんか例えば全国のうまいものを集めました店とかね、いろんなお店が一つ集まって、期間1週間くらいね、いろんなお店が集まってイベントってやられると思うんですけど、それをね、私もちょっと東武さんとコラボレーションさせてもらって、企画させてもらってやりますっていうものです。で、その催事のタイトルは粉博と言いますね。粉の博覧会みたいなイメージなんですけど、粉博ね、皆さん粉物が集まる、そういう催事なんですよ。で、粉物ってね、なんだ、お好み焼き、たこ焼きとかね、パンとか麺とか小麦粉を思い浮かべますよね。そりゃそうだ、そうなんですけど、皆さん粉もんって小麦粉だけではないですよね。もう今の時代はね、このチャンネルをねご覧になってる方はもうあの粉だなというふうに思うと思うんですけど、そうです、そのきな粉もその粉もんとして扱っていただいて、健康的な粉もんですよね。だからその粉博の中にはきな粉の関連するね、お店、きなこ製品を取り扱うお店も結構来ていただいて、ブースで固まっていただいて、もうきな粉もんが集まるそんな区画があるんですけど、そこを何でしょう、おすすめさせてもらったというか、監修とまでは言うとなんか大げさなんですけど、私のおすすめするお店をわっと集めてきなこ地域を作ったみたいな、そういうね、催事をしますので、今日は皆さんに、案内しようかなと思いました。で、多分もう出しちゃったと思うんですけど、やっとその広告ができたので見ましたね。これきなこの区画があったと思うんですけど、すごいでしょ、今回8店舗来ていただくことになったんですけど、この広告ちょっとね、いろんなところで見ていただけるようになるみたいなんで楽しみです。もう期間中はね、電車とか乗ったら、東武の電車に乗ったら、乗ってますから、私も東武のね、電車に乗ってますから、見てやってくださいね。ということで、そう、今日は、その粉博に出られる、きなこブースの8店舗の、どんな味があるのかっていうのをご紹介して終わりにしたいと思います。小麦粉の製品とかもあるけど、わからないから、小麦粉ね、きなこのブースのご説明をちょっとさせてもらいますね。8店舗すごいんですよ。これ皆さん楽しいと思うんだけど、なぜかっていうと、このチャンネルを見てくださってる方だったら結構見たことのあるお店が出ますね。だって私の方からね、お願いしたというか、どうかなっていうふうにちょっと推薦させてもらったから、皆さんも知ってる、見たことある、食べてみたかったの味が来るんですよ、東京池袋東武百貨店に。なんで知っていただきたいなと思ってお話します。まずはね、1店舗目、これは硬い、これは桔梗屋の信玄餅ね、皆さん知ってると思いますが、山梨のね、桔梗屋さんの信玄餅来ます。説明いらないね、みんな知ってる、日本中知ってる、私は知られてないけど桔梗さんは知ってるからあの味、硬い味、美味しい味ね、世界に広めたい味、そちらに来ていただけますね。そうして、あと京都からも2店舗も来ていただけるんですよ。しかもね、出店初めてのところもあるみたいなんですけど、催事とかが初めて。まず1店舗目は京きななさんっていうね、きなこのアイスクリーム専門店、こちらの方に来ていただきます。このお店は私がこうきなこの発信を始める前に、京都のその祇園の本店で私食べたことがあって、めちゃめちゃ美味しいなと思っていたので、来てほしいなと思って呼びしたんですけど、着色料とかそういう保存料とかを全く使わない、本当に体に優しくて、しかも美味しいきな粉のアイス専門店なんです。で、いろんなフレーバーがあるから、で、催事も慣れてらっしゃるみたいだし、実演販売で食べれますから、絶対食べた方がいいと思う。体にも良くて美味しくてすごく映えるんですね。だから結構インスタとかで若い子がね、撮ったりしての載せてるんですけど、すごく来た方がいいと思う、食べた方がいいと思うから、いらっしゃってね。はい、
まずはそこでしょ。でもう一つ京都からいらっしゃるんですけどね、祭事初めてなのに引き受けてくださった嵐山の村さん。こちらは京都の嵐山の、甘味どころでもありネギ焼きもやってらっしゃるお店なんですけど、以前私の YouTube にも、ね、出ていただいてきなこシロップっていうのを開発されて売られてるんですけど、まあすごいシロップなんですよ、ね、かき氷とか自分のお家でも作ったらシロップにしてかけられるし、ね、あのヨーグルトにかけたりとか、もう用途はかなりあるんですよね。しかもこれお料理にも使えるから、和え物とかで、なのでこのシロップギフトにもすごくいいし、夏のギフトにすごくいいので、もうぜひぜひその味を試していただきたいと思う。こちらもね、本当に何にも無駄なものも全く入ってないんで、添加物とか入ってないから、本当にみんなに食べてほしい味だなというふうに思います。嬉しすぎて息切れがする。ありがとう野村さん、ありがとうね、京都からすいません。そうして次はね、京都だけじゃない、もう下からだけじゃない、南からだけじゃない、北海道から札幌からも来てくださるんですけど、ここは一丸商店さんというところでね、菊芋の製品が得意なあのメーカーさんなんですよ。で私も実際にお会いしたことはないんですけども、ちょっとインスタでね、あのダイレクトメールでやり取りをさせてもらったことがあるんですけど、こちらのね菊芋のきなこすごいんだからね、もう食べ終わっちゃった後で袋しかないんだけど皆さん、菊芋ってめちゃめちゃ体にいいんですよ。あのイヌリンっていう水溶性の食物繊維が、とっても入ってるんだけど、ちなみにきな粉はあの不溶性の食物繊維がとっても入ってるんだけど、これを組み合わせちゃった製品が、まあ、きな粉だけじゃなくてポタージュとかも売ってるんだけど、めちゃめちゃ美味しいんですね。こういう菊芋とかをね、のパウダーを練り込んだ混ぜ込んだきな粉とかってちょっと味が食べづらかったりするんだけど、すっごく甘みがあって美味しいから、あのきな粉だけよりも好きっていう方もいると思うくらいだと思うので、おすすめさせてもらいました。ほんと皆さんこれね、試してほしいからね。これ通常はネットでしか購入できないから、いらっしゃって購入されたらいいと思う。あの体の中巡らせたい方、どうぞね、試してみてほしいと思います。そうして息切れするね、嬉しくてね。そうして東京からあと4店舗かな、なんですけど、こちらも私紹介したかったところなんですが、きなこバターパン食べたいでしょ。もう名前が食べたいと思いませんか。これはね、栄新館という旅館の方々が作られているきなこバターパンっていう、東京四ツ谷のもう老舗の、なんだ、創業87年ですっての旅館の方が、2021年かなから作り始めた、あの販売し始めたきなこバターパン、これがめちゃめちゃ美味しいなというふうに私は思っていて、どうしても来てほしいなっていうふうに思ったんですよ。もうね、バターパン、パンがね、まあ、フランスパンみたいな感じなんですけど、もっちりしてて、その中にそのきなこバターが入っていて、うわーってとろけるんですね。もうむせないから粉っぽいのはダメだっていう人も幸せなパンですね。そのきなこバターパンと黒糖きなこバターパンっていうのが出るから、もう完売だなと思ってるね。だからね、祭事ね、こちらも本当に初めてですと悩んだと思いますよ、ね、だって普通旅館やってるんだから、そんなね、デパートでいらっしゃいませなんてやってないんだから、それを今回受けてくださっているから、本当皆さん買ってみてね、本当に美味しいから、あの人嘘ついてなかったなって言わせるからね来ていただいたらいいと思います。そうして次はですよ、これ皆さん、これは私の YouTube で見ました、小川のきなこね、小川産業さんが出されてる小川のきなこも来ます。あの工場見学させにもさせてもらいました ね。だからきなこも麦茶も作ってる、同じ釜で作ってるところが出してるきなこなんですけど、このきなこは、ね、こんなテーブルきなこなんていうのも開発されちゃった粋なね、お父さんがやってんですけど、佐賀県の大豆使っちゃってるんですよ。でめちゃめちゃタンパク質が多いんです。 40% 超えてる。普通ね、まあ普通ってないんだけど皆さん、タンパク質大豆、きな粉入ってると思うでしょ。
そのパーセンテージでまちまちなんですよ。品種とかにもよるんだけども、40超えるってすごいですよ。めっちゃ高タンパクのやつ出してるから食べてほしい。しかももち麦混ぜました。こちらはね、いろいろみんな混ぜてやってるのは健康的にやろうって。きな粉は誰とも仲いいソーシャルな粉ですから、今度はもち麦さんとよろしくやってます。こちらは菊芋さんとよろしくやってます。そんな世界に皆さんもいらっしゃることができるね。来てみてね。はい、そうして残り2つ、1つはくずくずシェイクの、江戸くず餅さん、くず餅屋さんね。私ここも前に YouTube で流させてもらったんですけども、関東のくず餅ね、小麦粉のでんぷんを使ってるんですが、発酵食品ですよ。これを使った、これをふんだんに入れたくずくずシェイク、これが本当に美味しいんですね。もうといろんなところで言ってるんだけど、で豆乳ベースのそのくずくずシェイクの中に、ね、ソフトクリームが乗って、豆乳のソフトクリームを乗ってね、そうしてきな粉、ね、黒蜜かけ放題、追いきな粉追い黒蜜し放題のやつが出ますから、これ本当に美味しくて何よりもヘルシーなんですよ。だからね、ビーガンの方にもいいんだから、ぜひ食べてほしい。もうそうとしか言えない。本当にね。はい、そうして最後、これも私の YouTube に出ていただいたきなこスイーツファクトリー東京ですよのお店の五花棒をはじめとしたきなこのお菓子、めちゃめちゃおすすめ。五花棒って皆さん知らない人もいると思うんですけど、五花棒は埼玉の熊谷の銘菓なんですよね。あのパフが入っていて、きな粉でねコーティングされていてね、もう職人技じゃないと作れないのあれね。もう本当にきな粉の味をダイレクトに感じて、そこでもうパフパフしちゃってるわけなんですけど、本当にね美味しいんですよね。しかもね、このメーカーさんはいろんな味を出してるし、で五花棒以外もあのきなこ論っていうすごく美味しいね、あの食べやすいきな粉を使ったきなこ棒みたいなね味のお菓子を出されたりしているので、きなこ玉もあるし、すごくおすすめなんですよ。あのね、あのギフトとかにもいいから、ぜひぜひ来ていただきたいと思います。もうどこもすごいから、また長くなっちゃったんだけど、また直前になったら告知すると思うんですけど、あ、私言わなかったですね、最近さっきね。いつなのかというと、6月の23から木曜日から28火曜日までです。そしてその期間中、私は結構いますね。東武デパート、東京の池袋にあります、その東武デパートの8階の催事場に私は大体いますね。初日と最後の日は絶対にいるし、土日もいて、で何やってるかというと、私はお店を持っておりませんので、あの盛り上げ役としていたいと思いますので、いつもの黄色い服にあの帽子なのか、あのこういうものをつけまして、あの各店舗の商品を入れるのはやめた方がいいよと東武さんに言われましたので、それは団長の思いでやりませんが、何らかしらをここにねやりますから、それは。そしてあの OK 出していただいた店舗には立ちたいと思います、ね、いろんなところで接客をさせていただいて、あの盛り上げます。すいませんけども、小麦粉なんかには負けません、ね、きな粉を誰よりも盛り上げて、みんなが、あ、来てよかったなっていうデパートの催事にしてみたいと思います。会いに来てください。一緒に写真撮りましょうね。はい、ということで、ちょっと今日長くなっちゃったような気もするけど、応援してくださるとありがたいと思います。23日から東京池袋います。よろしくね、来てね、食べてね。ありがとうございます。はぁ、ありがとうございます。またね、嬉しいです。ありがとう。